オードリー春日がプロデュースする旅番組、春日ロケーション春日プロデューサーの旅番組。動画配信サービス Hulu ではシーズン 1-2 の配信に加え、8月30日よりシーズン3の配信をスタートしている、毎週金曜夜6時に2話ずつ独占配信。そこで今回は、本作のシーズン1、2それぞれの内容や見どころなどを振り返っていく、ドケチ、春日が夢だったテレビプロデューサーに、春日ロケーション春日プロデューサーの旅番組は、バラエティ番組などでたびたび、ドケチ、無理を発揮するお笑い芸人、オードリーの春日が、かつての夢だったテレビプロデューサーになるバラエティ番組、限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるもののみを選び抜き、時に大胆に、そして時にシビアにお金を使うことをコンセプトにしている。春日と一緒に旅をするレギュラー出演者は、春日の親友で同じお笑い芸人でもある放送作家のドキドキキャンプ佐藤光晴、通称、里光と、佐藤を師と仰ぐ、アイドルグループ、日向坂46の松田好花の二人。本作では、春日ならではのお金の使い方に注目しつつ、プロデューサーとして辣腕を振るう予測不能な、春日 P の采配を目の当たりにできる。春日ならではの采配を発揮、熱海や浅草をめぐるシーズン1シーズン1では、春日、里光、松田の3人が熱海や河口湖、浅草などでの旅を満喫。熱海では商店街で行列のできる絶品スイーツを実食したり、新鮮な海鮮を求めて里光と海上釣り対決を行う。ロケ中、商店街にて、見てわかるものは買わなくてよいと、不要なものは購入しないという、ロケ地、無理や、路線バスで乗り合わせた乗客にロケの別班を頼むなど、辣腕、無理を発揮する春日 P。その他にも、住宅街に佇む300円で入れる源泉かけ流しのお湯や、熱海駅から徒歩5分の素泊まり5500円の絶景旅館など、視聴者にとって有益な情報も発信される。また東京都内の旅では、春日がサップ、里光と松田はカヌーに挑戦。途中の絶景ポイントで、春日が渾身のスカイツリーギャグを披露するのだが、そして終盤には、予算残り3000円となったタイミングで、芸人の聖地で夜ご飯を堪能しようとすると、そこでもあるハプニングが発生。先の読めないドタバタ展開を楽しめる。また、春日のドケチぶりに里光が文句を言ったり、里光が時に春日側について松田が振り回されたりと、3人のテンポの良い掛け合いは見どころの一つとなっている。松田のデートコーデをいじる春日、三浦麻美アナも登場するシーズン2シーズン2では、観光地の定番、箱根と軽井沢、小平を旅する。箱根では、英語と、春日語を禁止するというルールのもと、春日プロデューサー主催の、パターゴルフ全春オープンが開幕。罰金は予算に還元され、さらに罰ゲームも存在するということで3人はより力が入る。春日といえば、トゥースという言葉でおなじみだが、同大会ではそれ以外の、春日語のラインナップも知ることができ、思わずくすっと笑いが込み上げてくるシーンが満載だ。また軽井沢の旅では、大型アウトレットモールで、久美さん、春日の妻、とのデートコーデ、というテーマのもと、里光と松田がコーディネート対決を行い、春日がジャッジする。番組内では、春日が松田のことを、日向坂の中で11番目におしゃれ、と皮肉たっぷりにいじる場面も、今までに見たことのない春日 P、というテーマで選んだ松田のコーディネートに注目したい。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco.
Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.